全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートはピクトコ引きます。スタシェリタ、まずは先行争い、早くも先頭16番アルコイリス、2番手4番イーユグレーム、18番インパストミュー好位をキープ、そのうち1番ポルトドオコミュー、各馬1コーナーを目指します。4馬身相手8番スタシェリタ、少し差が開いて3番ピクトコ引きます。続きまして15番エチスカイ、その外10番船越ガン、9番レッドブルウォッカ、真ん中あたりにつけています。内から7番ユラ姫金メダル、そのうち5番ペガサスロース、これからバックストレッチに向かいます。内から2番スカシッテ、その外11番リアインハイゴ、3馬身相手13番レモトト、内押さえて12番シノブシャイニング。 1000m の通過タイムは1分0秒0、外から17番ゼノエルドラノ、内押さえて14番ハンロのMR、最後方6番ユキブライト、ここから先頭までは10馬身以上、先頭は変わらずアルコイリス、さらに18番インパストミュー、4番イーユグレーム好位をキープ、そのうち1番ポルトドオトイユ、4馬身相手8番スタシェリタ、18頭大ケヤキの向こうを通過、1番人気3番ピクトコ引きます。この位置、その外10番船越ガン、2番スカシッテ、内から差を詰める、長い府中の直線 500m に入ります。ここから最後の直線勝負、後続各馬の動きはどうか。400を切って先頭アルコイリス、その後インパストミュー、アルコイリス粘っている、先頭はアルコイリス、イーユグレーム外から追い上げる、 200m を通過した、追い上げるポルトドオトミュー、2番手ポルトドオトミュー、差を詰めるアルコイリス、ポルトドオトミュー、2頭が並んでゴール、ポルトドオトミュー、わずかに制したか、判定をお待ちください。